荒垣隆は、日本の作曲家、ピアニスト。学位は学士。東邦学園大学音楽学部講師、東邦学園大学院大学音楽、研究家特任教授、大阪音楽大学短期大学部客員教授、株式会社カンパニーイースト所属。2018年からバンドジェニー杯のメンバーとしても、活動している。日本の作曲家、ピアニストである。 1970年9月1日生まれ、東京都清瀬市出身。東方学園大学においては、音楽学部の作曲専攻にて非常勤で講師を務めた。また、東方学園大学院大学においても、特任教授として、教弁を取った。大阪音楽大学では、短期大学部の客員教授を務めた。2018年からバンド、ジェニー杯のメンバーとしても活動している。 所属はカンパニーイースト。東京都清瀬市の団地に生まれる。父は茅場町の証券会社の調査部に勤務。母がピアノ好きで幼いガキを膝に乗せてピアノの練習をしていたところピアノに興味を示すようになったという。兄に続いてヤマハ音楽教室に通い始めたのが音楽会のきっかけになった。千葉県立幕張西高等学校では音楽を 専攻。東方学園大学音楽学部作曲家卒業。学士の学位を取得。作曲を、三吉明、南里志、中川敏郎、ピアノ、森安洋子に指示した。無声映画伴奏楽団カラードモノトーンに参加。アンサンブルジェネシスのレジデントコンポーザーである。2014年まで、東方学園大学音楽学部作曲専攻、非常勤講師を務めた。 2018年4月、同行の非常勤講師に復帰した。2018年から b s スカッパーのバラエティ番組バズーカの企画で結成されたバンドジェニーハイのメンバーとして活動を開始。2020年度大阪音楽大学短期大学部客員教授に就任。2014年2月5日、18年にわたりサムラ。 川内守のゴーストライターを務めていたことを公表した。記者会見では、佐村河内は聴覚障害者ではない疑いがあることも明かした。荒垣の電話による申し出により所属する大学が同年2月6日付の退職を決めたが、学生がネット上で遺留を求める署名活動を行ったこともあり、決定は白紙に戻った。しかし、荒垣はけじめをつけたいとして、 同年2月13日に大学に辞表を提出し、3月末での退職を改めて希望。大学は2014年度非常勤講師職の辞退を受け入れることを決定した。佐村河内と出会った25歳当時の状況は、少年時代にはピアノでプロのバイオリニストと共演し、早熟の天才と呼ばれたこともあったが、大学から得られる報酬は月に数万円程度で、 普段は街のピアノ教室やバイオリン教室の発表会の伴奏をしたり、レッスンの伴奏をしたりして、ここを押しのいでいたと記事中で描写されている。ゴーストライターについて、荒垣は、私は、お金とか名声が欲しいのではありませんでした。サムラ・内の依頼は、現代音楽ではなく、調整音楽でしたから、私の仕事の本流ではありません。彼の申し出は一種の息抜きでした。 あの程度の楽曲だったら、現代音楽の勉強をしているものだったら、誰でもできる。どうせ売れるわけはない、という思いもありました。自分が作曲した作品が映画音楽であれ、ゲーム音楽であれ、多くの人に聴いてもらえる。その反響を聞くことができる。そのことが純粋に嬉しかったのですなどと語っている。2015年5月7日、森達也の制作により、 この一連の騒動がドキュメンタリーとして映画化されることが報じられ、2016年6月4日からフェイクの台で全国公開された。森は、サムラ・カワチと荒垣の見方や関係がひっくり返るかもしれないと話していたという。当映画に対し荒垣の所属事務所は公式サイトで反論している。荒垣が出演したバラエティ番組において、楽器は、 弾けるというレベルではないと発言し、番組側もテロップで、楽器の演奏はほぼできないと表示して、サムラ・カワチの実態を暴いたが、その番組を視聴していたサムラ・カワチが演奏し、打ち込みで作曲する姿が、ドキュメンタリーの中で示された。2015年6月17日、反省時伝本であり初著書となる、音楽という真実が出版された。二千十四年二月六日発売の、 週刊文春市場にて、神山恒人が、サムラ・内守の各局は、荒垣・隆カによるものであるというスクープ記事を発表した。同日、荒垣・隆カは、サムラ・内守からの依頼で、20曲以上を提供し、報酬として約700万円を受け取っていたことを記者会見で明らかにした。金銭のトラブルはなく、今後も、 サムラ・カワチを訴訟する予定はないとのこと。提供した作品の著作権については放棄すると語った。なお、ジャスラックにはサムラ・カワチ名義の曲が103件登録されており、他に金作のピアノ・ソナタ第2番など未登録のものも数曲ある。ただし、登録された曲のうち80件ほどはゲーム音楽に作品の各シーンを細分化したものである。 大作の実態については、彼は実質的にはプロデューサーだった。彼のアイデアを実現するため、私は協力をした。彼が依頼し、私が譜面を作って渡すという、そのやりとりだけの関係、彼と私の情熱が非常に共感し合いた時もあったと思うなどと語った。サムラ・カワチから作曲の依頼を受けた作品は、映画、秋桜への音楽が最初のものであった。 その後、カプコンのゲーム、バイオハザードディレクターズ・カット・デュアル・ショック、バージョンと、鬼武者の作曲を担当。公共組曲の CD 収録の際は荒垣自らが指揮をしたという校舎は、特に関係者の間では、評価が高かったという。これらの作品はいずれも、基本的には、調整音楽として書かれ、作風はロマン派的なものである。その他、情報番組。 バラエティ番組、音楽番組等にゲスト出演。なお、オリコンでのインタビューにて、バラエティ等の出演への思いを悲劇している。ありがとうございます。